お疲れ様です。陸学会です。今日はですね、餌の栄養素第2弾ということで、ビタミン C、ビタミン D3、 ビタミン E についてお話をしていきたいと思います。前回も申し上げましたが、調べていく中でデータがないものもありました。なかなか全てのデータを網羅するのは非常に難しいところがありますので、あくまでも参考程度に聞いていただければ幸いです。それでは本編の方に行きたいと思います。ビタミン C。 ビタミン C は抗酸化作用と酵素を助ける作用を持つ栄養素です。血液中の白血球の働きも助けます。白血球には体内に侵入した細菌やウイルスなどの病原体を死滅させる働きがあり、ビタミン C が豊富だと白血球は能力が高くなると考えられています。ビタミン C は魚にとって骨格の形成に影響があるとされています。幼魚期には特に気にしたい栄養素です。ではビタミン C がどの餌 10g あたりにどれくらい含まれているか見ていきたいと思います。ビタミン C を最も多く含むのはコアカ、キビナゴ、イエコで 0.3mg、 ミルワームが 0.12mg、 土壌が 0.1mg、 バナメイエビが 0.1mg、 ニシンとカエル肉には含まれていませんでした。フタホシとリビアはデータなしとなります。コアカやイエコは小さいので幼魚にも良さそうですが、キビナゴについてはカットしてあげる必要がありそうです。ビタミン D。 細胞のビタミン D 受容体に活性型ビタミン D3 が結びつき、タンパク質の遺伝子発現を誘導することにより腸管でのカルシウムの吸収の促進、血液中のカルシウム・リン酸の恒常性維持などの効果が知られています。魚にとってビタミン D3 はカルシウムやリンの吸収調整に役立つと言われています。こちらもカルシウムと合わせて幼魚に与えたい栄養素です。ではビタミン D3 がどの餌 10g あたりにどれぐらい含まれているか見ていきたいと思います。ビタミン D3 を最も含むのはニシンで 2.2mcg、 キビナゴが 1mcg、 土壌が 0.4mcg、 バナメイエビ、カエル肉には含まれていませんでした。イエコ、ミルワーム、コアカ、フタホシ、リュビアはデータなしとなります。ビタミン D3 についてはニシンが頭一つ抜けています。この栄養素に注目するならニシン一択となるでしょう。ビタミン E。 若返りのビタミンと呼ばれるビタミン E には血液の流れをスムーズにする血行促進作用、ホルモンバランスを整える作用、老化を防ぐ抗酸化作用、血管の老化を防ぎ体内で発生する過酸化脂質の増加を抑える作用などがあります。魚にとってビタミン E は生殖ホルモンの合成に効果があるとされています。繁殖を狙うなら若魚から成魚にかけて与えたい栄養素です。ではビタミン E がどの餌 10g あたりにどれくらい含まれているか見ていきたいと思います。ビタミン E を最も多く含むのはニシンで 0.31mg、 バナメイエビが 0.2mg、 土壌が 0.06mg、キビナゴが 0.03mg、 カエル肉が 0.01mg、 イエコが 0.005mg、 ミルワームが 0.002mg となります。コアカ、フタホシ、リュビアはデータなしとなります。繁殖を狙うならニシンかバナメイエビを与えるのが良さそうです。いかがだったでしょうか。ビタミン C、 ビタミン D3、 ビタミン E についてお届けさせていただきました。幼魚を成長させるのに単純にカルシウムを多く含む餌だけ与えていればいいわけではないというのがここまででいろいろと分かってきたかと思います。カルシウムを吸収するのにサポートしてくれる、あるいは成長するのにその他にも必要な栄養素、これらをバランスよく与えることが幼魚を健康に大きく成長させるために必要なことだと思います。また繁殖を狙うのであれば繁殖に適した餌、まあビタミン E だけをメインで与えればいいというわけではないとは思いますが、脂質を抑えながらビタミン E を与えるなどいろいろな工夫の仕様がありそうです。
次回はビオチン、ビタミン H と呼ばれる栄養素ですが、こちらと脂質、カルシウムについてお届けしたいと思います。今回の動画が少しでも皆様にお役に立つことがあれば、私にとってはこれ以上ない喜びです。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。